はいどうも、パズドラクロスおじさん、ルーです。今日も、パズドラクロスやっていきます。よいしょ、ちょっと音が大きいかな。ゲーム音量大きすぎちゃうね、しょうがないね。はい、パズドラクロスおじさんです。今日も実況していきたいと思います。クエストですね。氷の魔剣士をソウルキャプチャーしよう。まあ、これをやっていきたいと思います。よし、ちょっともう今回からレムを消しました。ちょっとまあ関係ないキャラをね乗せとくのもちょっと変だなと思ったんでやめることにしました。はい、パーティーはこちらです。頑張っていきましょい。え、呼び止めんのかい。ああ、アナ、ちょいと待っておくれ。何が起こるかわからないからね。これをいつを持っていくといいよ。命の石を手に入れた。なんだろうね。なになに、貴重なものだからね、大切に使うんだよ。リーリンクはギルド流監視の団員が使える便利な通信手段です。ギルドや店から、メッセージが届いたり、団員同士の連絡にも使用できます。もうちょっと音を小さくしよう。このぐらいでいいかな。使用できます。で、これか。新たな団員の皆様、流監視ギルドへの入団おめでとうございます。この D リンクは団員だけが使用できる無料のメッセージサービスです。事務局からお得な情報が届くこともあるので、ぜひぜひご活用くださいませ。そういえばね、調べたんだけど、この D ギアってあるじゃないですか。これ実際おもちゃ販売されてるんだけど、まあ、これと、アーマードロップがあると、ゲームがより楽しくなるっていうことなんですよ。おじさん、子供になったつもりで買おうかなって思ってます。ま、今はちょっと余裕ないんで、あれなんですけど、ある程度ストーリーも進めて、ね、いろいろできるようになってから、かなと思ってますね。まあ、2週間後ぐらい早くて、じゃないかなーって思うんだけどね。これ何これ。おー、キラキラマラソンできんだ。星のかけらはフィールド上に点在する不思議なエネルギーです。かけらをモンスターラボに持っていくと、モンスターの力を覚醒することができます。へぇー、面白。じゃ、これフィールド歩くのも楽しいじゃん、これ。ねえ。やばい。これ一日中フィールド歩いてるかもしれない、これ。おっとっとっと。銀メダル。やった！これガチャできるやつですよ。確か。玉蔵、これスキル見れるんだ。お、ここにもあった。あ、ここにもあった。お、ここにもアイテムが。進化の木仮面。え、結構あるぞ。おもろ。こういうの好き。こういうの好き。寄り道しちゃうんだよね、すぐ。お、やった、D メダル。すげえな、よくできてんな。これ、ランダム配置なのかな。何あれ。あ、これがイベントか。何かと思っちゃった。腕試しをしてみないか。フィールド歩いていると流監視から力比べを挑まれることがあります。あ、ごめん、タッチペン出しなかった。流監視のバトルではエッグドロップやソウルは入手できません。勝てばご褒美をもらえますが、あっちに負けると町に戻されます。地獄だな。へー、戦ってみようかな。じゃあ戦ってみようか。よし、行くぜ。クエストやる前にちょっとマップ探索率とか出てる。俺は最強の流監視を目指して旅を続けているんだ。お前も流監視なら、俺のモンスターと腕試しをしてもらおうか。いきなり新米マスターに挑んでくるなんてね、とんでもないやつだ。これターゲットは？こうか。よし、行くでー。
すまんな。いきなり10コンボに出してしまった大人の10コンボを。すまんな。おっさん、戦う、ドロップを握ることすらできなくてごめんな。まだまだ力不足だったようだな。新米にやられるぐらいだからやめちまえ。いい経験をさせてもらったよ。これはその俺だ。受け取ってくれ。サファイアドラゴンのチケットを手に入れた。これあれか。メタルダンジョンみたいなもんか。なんかやっぱり、ドラクエに雰囲気が似てますね。ドラクエを意識して作ってるっぽいね。ポケモンってより。また今度勝負しようぜ。次は俺が勝たせてもらうからな。いいでしょう。いくらでも相手してあげますよ。暇だったらね。よいしょ。ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。よし。ちょっとじゃあ、あれ?なんだ?敵が出る。え、これなんかもらえるの?倒すと。すまんな。7コンボ出してしまったぞ。あ、もらえるね、アイテム。あ、アバリ、え?モリリンゲットしたのこれ。もしかして。ああ、見れないんだ。いや、楽しい、楽しい。めっちゃ楽しい。トパリットのお守りを1個手に入れた。アイテムを見てみますか。人々がゼロになっても復活することができる。これか。進化に必要な仮面。光属性のものに使われることが多い。エメリットの守り。進化に必要なお守り。木属性のものに使われることが多い。これが多分10個必要とか、そんな感じなんだろうね、きっとね。ああ、超楽しい。やっべ。結構ね、バトル、なんつうの、パズルだとめんどくさいんじゃないって思う人もいるかもしんないけど、なんかそれすら楽しめると思います、このゲームは。じゃあちょっとイベントやっていきましょう。え、いきなり?いきなり戦闘?ソウルアーマーを作るために必要なソウルをモンスターから入手しましょう。ソウル、ん?ソウルキャプチャー攻撃でモンスターを倒すとモンスターのソウルが手に入ります。どうやってやるのそれ。まずはモンスターを攻撃して人々を減らしてみましょう。倒しちゃっても知らねえよ。手加減なんかできねえからな。9コンボ。ほら、倒しちゃった。え?これ根性か?モンスターが弱ってきたので、ソウルゲージが表示されました。キャプチャーアイコンをタッチして、ソウルキャプチャー攻撃に切り替えましょう。これか。よいしょ。ソウルゲージは、ソウルキャプチャー攻撃でしか貯めることができません。一度のバトル中に、ソウルキャプチャー攻撃は3回まで行えます。ソウルゲージを貯めるほど、モンスターのソウルが手に入りやすくなります。なんか光ってる。すまんな。13コンボも出してしまった。まあ仕組みがわかりやすいね、すごく。めちゃめちゃ分かりやすいね、仕組みが。一気に街に帰ってきた。ラッキー。君がモンスターを出してくれたんだろう、本当にありがとう。何してんの?あいつには困っておっての。これで安心して暮らせるわい。ねえ、お母さん、もうお外で遊んでもいいの?ええ、いいわよ。ルーカスさんにお礼を言わなきゃね。わーい、やったー、リュウカシさん、ありがとう。
いや、うまくいったみたいだね。町のみんなも喜んでくれるし、ソウルキャプチャーも成功したみたいだし。いや、本当によくやってくれたよ。照れてる。せっかく氷の魔剣士のソウルをゲットすることに成功したんだ。ソウルアーマーを作ってみないかい？これからの冒険にきっと役立つと思うよ。すぐそこの店で作ることができるんだ。案内してあげるよ。これで、町のいろんなの使えるようになるのかな？それじゃあ早速行ってみよう。さあ、こっちだよ。手に入れたモンスターのソウルを使ってソウルアーマーを作りましょう。作る。今回は特別にゼロクレーネで、お金かかんないってことね。ソウルアーマーを作ることができます。氷の魔剣士のソウルアーマーを作りました。クロスオンしますか？クロスオン！ダサかっこいいってやつね。バランスタイプの攻撃力と回復力は2倍。ドロップ変化水。火ドロップを水に変化。うんうん、よく似合ってるね。それでこそギルドの流感師だよ。照れてるね。ソウルアーマーを装備することをクロスオンって言うんだよ。覚えておいてね。そういえば知ってるかい？新しいモンスターに出会うと、その情報はモンスター図鑑に登録されていくんだよ。実は僕はドラゴー座島のことや、モンスターの生態を研究しているんだ。僕はモンスターラボの前にいるから、君の図鑑を見せに来てくれないかい？今見てくれよ。冒険の状況や、モンスターを集めた数で素敵なご褒美だってあげちゃうよ。いいね。こういう実績系だね。まあ、なんていうか、捉えてますよね。うん。ゲームの面白さっていうところをね。協力してくれてありがとう。よーし、研修が進むぞ。めっちゃ楽しそうだね。誰か来た。失礼ですが、あなたがアナさんですか？そうです。私がアナです。おやおや、君の噂を聞きつけて、早速新しい依頼が来たみたいだね。では、僕はここで失礼しよう。それじゃあ今後ともよろしくね。初めての任務クリア。オッケー。はじめまして、私はこの町を治める水の古老に疲れるもの。その古老様がお呼びになっております。時計台にある執務室へお越しください。事情でしたらそこで説明されるはずですよ。リンクで来たね。ギルド団員の皆様へ、町のある施設が使えるようになりました。積極的に活用して任務に役立ってください。OK。時計台の執務室に行こう。OK。ちょっと、ここら辺のやつをちょっと触ってみましょうか。モンスターラボ。モンスターを強化できる。強化。OK。ゼロクレーンでやってくれるらしい。まあ、プラスはなんか、プラリットっていうのがいて、それでプラスはつけられるらしいですね。これも大成功とかあんだもんな、きっと。覚醒。あ、なるほど。こういう感じで必要なんだ。光だけとかじゃなくて全部必要なんだ。で、金も足んねえし。まあ、しょうがねえ。まあ、これで見れたんでね。進化。費用が足らない。費用があればメガモリリンになれたんだけどね。オッケー。いた。
なんかもらえるかな。あー全然だね。400体いんの？中身者モンスター400体って。そんなにいんの？あ、やった。やった、D メダルもらえた。あー、走り回っててよかった。これガチャドラだから、多分、これが、ガチャだろうね。これは？クエストカウンターか。これオンライン系のやつもあるんだろうね、きっと。QR クエスト。なるほど。配信クエスト。今はない。できないんだろうね。OK。この下か。ブラゴーザ通信？はあ、ネット関係。え？パズラ Z 遊んでくれてありがとう。おーおー、やった。やってました。パズマリもやってました。パズマリだって実況してたもんね。ありがとう。タマゾー X スーパーマリオ。タマゾー X 名天竜ゼルクリアだって。すごくね？何これ？なんかゲットした。やべ、見てなかった。超激レア。光闇ドロップを回復に変化。ちょっと辛いね。ドラゴン神。いろいろあるね。インターネット、ちょっと接続してみるか。配信データがあります。おお、なんだ。ドンちゃん。命の意志。なんでこれ配られたんだよね、ドンちゃん。俺、光のキャラ持ってないから、ちょうどいいよ。2ターンの間、光ドロップを打ちやすくなる。ランダムで光ドロップ3個生成。すごいいいじゃん。命の石10個ってのも結構美味しいよね。タダでくれるアイテムとしては。ああ、やってみてよかった。ぜひやってみてください。みんなも。トレードね。パズフレ。これインターネットで探すのかね。探す方法があればいいのにね。検索みたいなのがあるのかな。あるんだったらパズフレ募集したいな。見つかりませんでした。これやっぱり近くなのかもしれないな。ああ、やっぱりそうだね。こういう風になるってことは。インターネットじゃないんだ。そんな難しいだろう、近くでやってる人とか。さあ、ちょっと
これが本番。まあ、今日これで終わりになると思うけど、ガチャを。せっかく手に入れたんでね、ガチャ、D メダル。ここはガチャドラカウンターです。D メダルを使ってガチャを回すことができます。よっしゃー。オッ、ゲームコイン、ん？マジで？フィーバー起こせる？じゃあ起こそう。10枚でいいんだ。オーケー。じゃあフィーバー起こそう。あ、3枚使うんだ。じゃあちょっと3連一気に行くよ。どりゃ。それ。ここ。ガチャドーラ。レアですね、3つとも。あ、サキバスやん。かわいい。闇のモンスターいなかったからちょうどいいね。しかも王道だよね。敵全体に毒を食らわせられるっていうのが大きいでしょ。水が来い、水。なにーサファドラ。水は水だけど。まあ、経験値か。水のモンスター欲しいんだけど。あ、来た。フラッキー？ブルードラゴン。光ドロップを水に変化。いいねー。しかもプラスがついてる1個。いいです。なんかフィーバーモードの効果を得られたのかちょっとよくわかんないけど。とりあえず、強化か。とりあえず今手に入れたやつを。このマリオ、玉造マリオを使えるのか？一ターン内で光属性の攻撃が 1.5 倍。今光ドロップねえからな。どうすりゃいいかな。強いかな。まあ、後のこと考えて、二属性っていうのは使えるよね。後のこと考えて、クレーネが足りません。400クレーネ必要です。なるほどね。玉造か。まあ今はスーパーマリオよりも普通のホノリンの方がいいか。あれでもこれ玉造クソ弱えぞ。ちょっと玉造こっちに変えとこう。とりあえずレベル1なのに圧倒的にこっちの玉造の方が攻撃も回復も高い。あれ？オーケー。ちょっとキャラ見ていい？これなんだろうな。まあいいや。お気に入り。お気に入り、お気に入り。お気に入り。とりあえずお気に入りにしとこう。間違って打ったりしないよ。こいつも多分強くなんだろう。レアだし、お気に入りにしとこう。はい、というわけでね。ちょっとパーティーは強くなりましたね。ガチャのおかげ、ガチャしたおかげで。はい。でもバランスタイプがいないですね。バランスタイプいないよね。あ、次いっぱいチーム組めんだな。あ、いや。バランスタイプいないんでね。
まあ、ね。アーマー、クロスアーマーの、いや、ソウルアーマーのね、効果はあんま得られないけど、はい。まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。ご視聴どうもありがとうございました。次回はね、時計台の方に行ってみたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。